今回なんですけど、僕昔実はバンドをやってまして、でまあカクカクしかじかいろいろあったんですけど、僕のギターの師匠と何年ぶりですかね、17年ぶり、多分そんぐらいだぐらいに、ちょっと出会う機会がありまして、まあね、あの相変わらずアル中なんですけど、この人はでですね、まあ話が盛り上がって、でバーボーさんがですね、かつてメジャーデビューをしたこともあり、まあかつての人気バンドとね一緒にライブをやったりとか、本当にすごい方だったんですけど、その方とねまた遊びでいいから音楽やりましょうよという話で、今日はですねちょっとまあマーボーさんのお仕事が休みだということで、まあ、僕はちょっと無理やりスタジオに連れてきてですね、ギターマーボーさんでもう一人、声かけてたのが、まあ、昔福岡のインディーズ界隈では、まあ、結構ねレジェンド級の、バンドなんですけど、まあ、LAP っていうバンドがありまして、そのバンドの、ベースのたけしさんに声をかけてたんですけど、まあ、ちょっと会食でね、まあ、来れなくなったということで、まあ、サラリーマンは辛いよというところですね、はい、あとまあドラムの方もちょっと声をかけてたんですけど、まあ日程が合わずに今回はですね、マーボーさんの、ギターのリハビリを、ね、僕がドラムでサポートするというまずはそこからちょっと始めていこうかなと思います。まあ、あのライブとかしたりとかね、なんか一生懸命バンド活動するってわけではないんですけど、まあなんか緩い感じで曲とか作って、まあ、自分の YouTube チャンネルとかで配信していければいいかなというぐらいのテンションで今日はですねちょっとやっていこうと思います。かつてレジェンド級のギターを弾いてたマーボーさんが、ギターを10年以上しっかり弾いてなかったら今さらどんなギターを弾くのかっていうちょっと企画を組んでみました。はい、実際どうですか、その自信のほどは。自信のほど、はい、いやもうなんかね、初めてコピーバンドでこうステージに上がる直前みたいな気持ち。緊張してるってことですかそれ。いや、どこまで弾けるのかなっていう、まあ、僕の SNS で動画載せようと思うんですけど、これはマーボーさんがめちゃくちゃかっこよくても、めちゃくちゃかっこ悪くても載せようと思うので、うんうん、そこだけご了承もらえればと思います。要はさらされるわけ、はい、さらされるわけ、火の元にさらされるわけで、結構やっぱりかつて のバンドつながりの人とか僕 のフォロワーさんでいるんで、うん、まあ、マーボーさん見れたら結構テンション上がる方とかもいると思うんですよね。あ、まあ、はい、まあ、あいつとかあいつとかそうですね。マーボーさんって結構まあいつでもシラフの時間よりも酔っ払ってる時間の方が多いんじゃないかなってぐらい、酔っ払ってるんですけど、まあ、マーボーさんのこの前ですね、俺も殺す気で行くからお前も殺す気で来いみたいな、なんかザ・ロックバンドのこれがロックだみたいな会話をしたんですけど、僕今日ドラム叩くんですよ、うんうん、はい、大丈夫大丈夫、だから本当に殺しちゃうかもしれないですけど、うんうん、ね、ああ俺も殺されに行く覚悟はできてそうですか。そうそうそう、殺しに行くってことは殺されに行く覚悟がないとね真剣勝負だ、ね、それ撃っていいのは撃たれる覚悟があるやつだけだみたいな感じですね。なんか音楽やめてから音楽でつながった人って連絡取りにくくないですか。ね、それは本当にね、うん、僕とか、14でギター始める、まあ、32ぐらいでバンド辞めたんだけど、それまで18年間はもう完全に音楽に全振りした人生を歩んできて、それを捨てて違う、ね、要は一般、一般人、まあ一般人は一般人だったんだろうけど、もうね完全にスポットライトから遠ざかって生活するっていう選択を選ぶっていうのはなかなか、本当、勇気がいった時っていうか、本当苦渋の決断というか、僕もですね、マーボーさんがどう思ってるかは置いといて、やっぱり音楽ありきの僕と付き合ってもらったわけじゃないですか当時。まあまあね、はい、もちろん。だからなんか音楽やめた僕と付き合ってくれるのかなっていう、ちょっとした不安みたいなのはやっぱマーボーさんだけじゃないですけど、まあ結構あって、いやでも俺も逆に陽介の連絡先入ってたんだけど、やっぱりね
洋介は洋介で、まあ、音楽やめてたとしてももうなんか幸せにね家庭築いて、うん、なんかね子供とキャッキャキャッキャ奥さんとイチャイチャしながらねやってるからそしたらなんか、ねはい、今さら連絡するのもねなんかね、うん、って思ってたらまああんま変わってなかったね。全然子供もいないし奥さんとイチャイチャもできてないし、あの変わってないですね僕は。まあ、お互いあんまり中身は成長してないです。そうですね。いやもうマーボーさん昔からやんちゃだったんで悪いこと、あ悪いことか、その犯罪とかはしてないですけど、あれでも人の家に忍び込んでお酒飲み干して水に入れ替えたのは犯罪じゃないですか。あれはまあね、いくら知り合いとかこんな考えるとね、多分 今の時代だとね、コンプライアンス的にアウトだ、はい、アウトですね、アウト、うん、いや、多分昔もアウトですけど、昔もアウトコンプライアンス運動じゃなかった、コンプライアンス運動じゃない、はい。もう俺なんてギターの弦切れっぱなしだったから今日もちょっとね早めに起きて弦買いに行って弦張り替えてちょっとギターも磨いてやって、まあ、ギターに対して不安を抱いてる麻婆さんを見るのは人生初ですね。ね、はい、いや俺も不安なんて今までなかったはずなのに、高校生ぐらいの頃に初めてこうライブハウスとかに遊びに行った時のドキドキ感とか、はい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 、僕もそうですね、怖いお兄ちゃんたちがいっぱいいるんだろうなみたいな、なんかね、そんな、ああ。うん、その時の感覚に近いぐらい、うん、そんな怖いお兄ちゃんたちの前でギターを弾かなきゃみたいな、ね、スタジオに来たらテーブルになんかビジュアル系の人たちいたりとかしたら、ねね、一応挨拶するんだけどなんかほぼ無視されるような、はい、あんたあるなんかくすばきみたいな昔ってでもなんか一旦先輩は挨拶しないみたいなとこありましたよね。なんかあ、そういう人多かったね。それでも食らいついて挨拶し続けたらなんか可愛がってくれるみたいな、うん、そうそうそう、じゃあどうなるか分かんないですけどスタジオ行きましょうか。行きますか、はいどうなるやろはい、ということで麻婆さん以上にダメなのは僕ですよ。僕はですね、大学のサークルで遊びでちょっとスタジオでドラム叩いてたぐらいの感じなんですけど、今日はマーバーさんのために心を込めてドラムを叩きたいと思います。ラップ乗せやすいやつ、まあ、何でも乗せられるんですけど、メジャー、マイナー、どっちがいいか、メジャーです、メジャーがいい、はい、じゃあビート刻み、はい、
ますね。いや俺も開いて力投げて、はい、後半は歌いましょう。歌います。あ、あ、あ、へい、は、は、は。楽しかったっすね。楽しかった。